クジラクジラ。なんだね。 V ネック白シャツの反町隆史んじゃん。いるね。相棒に出演するようになってもう7年だよ。そうなんだ。歴代最長なんだって。おお。ぼちぼちお役御免で交番交渉に入っているんだけど、うん、反町隆史が切れたんだよ。ドーベルマンのように。実際に反町はドーベルマンを飼っているのよ。そうなんだ。しかもそのドーベルマンはご近所さんを噛んだんだぞ。凶暴だね。そのドーベルマンの名はカイザー。なんか噛みそうな名前だね。反町はスタッフの交番交渉に応じないようでさ、水谷豊が自ら交番交渉を行ったんだけど、俳優なのに交番交渉するんだ。その時に反町が水谷豊に暴言を吐いたんだよ。どんな？なんで俺っちが辞めないといけないんだよ。俺っち？お前が辞めろやって水谷豊に言ったんだって。